日本の中で。はい、皆様こんにちは、高等区民の皆様こんにちは、年金での手続きをされている皆様こんにちは。私翼の党根本良介でございます。この度、15区、高等区にて立候補しておるものでございます。先ほどですね、ここ年金、高等年金事務所に、来まして、スタッフの方とお話を、しました。まあシンプルにですね、どうせ年金返してもらえないんだし、嘘つくのやめてもらっていいですかという話でございますね。あんたらさ、年金はそんな悪いもんじゃないよとか、払い損じゃ、保険料の払い損にはならないよ、ちゃんと80歳ぐらいで元取れるよみたいなことを僕ら若者に言うんですけど、嘘つけと。じゃあお前その80歳で元取れるっていう計算方法出してみろって話なんです。で、その計算方法っていうのがもう間違ってるわけですよ。そもそもそのね、彼らが想定している我々のモデルというのが、旦那が働いて子供もいて奥さんがいて専業主婦で旦那が養ってるみたいな、そんな家庭ねえから、ほとんど。どんだけ金持ちだよって。今共働きが当たり前ですからね。まずそんな時代遅れな、夫婦のモデルを元に計算してる時点で間違ってるんですね。はい。そしてもう今の世代はだってもう共働きじゃないと生きていけないから、仕方なく共働きやってるんですからね。お金を持ってるところは奥さんが働かなくても大丈夫だから、まあ、奥さんが育児に専念してるわけですけど、今そうはいかないんですね。はい。で、こういうね、共働きじゃないと生きていけないような状況になっているのは他でもなく、保険料が高いからですよ。そして、この年金を今、付加方式という形で、現役世代から徴収して、それをそのまま年金受給者に渡しているわけですけど、少子高齢化がすごく悪化しているので、保険料だけじゃ足りなくなってきて、税金からも年金に投入されているっていう現実があるんですね。だからよくたびたび皆さんが、社会保険料のために消費税を上げなければならないみたいなこと聞きますよね。そういうことですよ。我々高い社会保険料払ってるけど、それでも足りないから消費税とか上げられるわけですよ。だから我々若い世代、まあ、今歩いておられる社会人ね、成り立てぐらいの子供たち、子供たちはあれやけど、めちゃめちゃ税金高いですからね。税金高いし保険料も高い。そしてこの高い保険料とか税金を納めているにもかかわらず、我々の世代は年金がもらえない、てかもらえたとし、仮にもらえたとしてもめちゃめちゃ、少ない額しかもらえないという、計算があるわけです。いろんな経済学者の方がそういうふうな計算を出してまして、一番危機感を感じた計算がですね、例えば僕ら、94年生まれなんですけど、94年生まれの世代は納めた保険料に対してもらえる年金の額がですね、マイナス2420万円という計算なんですね。こんな金融商品どこにもないですよ。元本割れして、元本割れの額が2420万円ですよ。こんなん誰が買うんですか。今すぐにでも抜けたいですね。でも抜けれないんですよ、強制加入だから。支払いをボイコットしたら銀行口座止められるんですよ。差し押さえされるわけですよ。ヤクザですかこれ。そもそもね、この現役世代が納めた保険料をそのまま年金受給者に渡すっていう、このモデルがポンジスキームなんですよ。ネズミ講なんですよ。これ違法なんですよ。ネズミ講って違法ですよね。でも日本の年金制度ってその違法なネズミ講なんですよ。そしてこのネズミ講というのは、後から参加したほど、後から参加すればするほど損をするんですね。つまり若ければ若いほど損をするようにできてるんです。なぜなら少子高齢化が悪化するからですよ。子供が少ない、現役世代が少なくなる、そして老人が増えるっていう傾向が2065年までずっと続くんですよ。あと40年間少子高齢化って悪化するんですよ。これって覆りませんからね。少子高齢化とか少子化とかっていうのはかなり
正確です。もう出生率とか見れば分かりますし、出生率とかってそんなに簡単に回復しないんで、もう大体50年先とか100年先、人口がどうなってるのかとか分かるわけですよ。だからその分かってんだから、それをもとに対策をしなきゃいけなかったんですよ。だってもう1970年、80年ぐらいからもう少子化超やばいってなってましたからね。にもかかわらず今の日本の政府は老人たちに対して年金をしっかり払わなきゃいけないので、年金ごめんねと、ちょっと少子化やばいから少子化対策に回させてくれみたいな、そういうのできたんですよ、やろうと思えば。でもそれをせずに目の前のたくさん票を持っている団塊の世代とかを優遇した結果、もう年金を払うことしか考えられないで、少子高齢化のことを全く加味せずに来た結果、今そのツケが回ってきている。現役世代がもう子供を作れない、保険料高すぎ、消費税高すぎ、高い保険料を納めているのに、それでも足りずに消費税とか上げなきゃ、上げて賄わなきゃいけなくなっている、こんな状況なんですよ。この状況を彼らに説明したら、いや年金はそんな悪いもんじゃないよみたいなこと言うんですよ。それはそう言うに決まってますよ。だって厚生労働省の回し者だから。いいですか、厚生労働省ってめちゃめちゃ認識してるんですよ。なぜかというとですね、彼らね、よく年金は別に払い損になりませんとか言ってるんですけど、その計算方法が完全に間違ってる。どう間違ってるかというと、まあ、我々社会人として働くとですね、厚生年金っていうのを払うんですけど、その厚生年金って労使折半って言ってですね、我々が普通に納める、そしてその半分は会社が、払うんですよ、年金を、保険料を。でもその会社が払った保険料って我々が払ってるのと一緒なんですよ。だって本来であればその会社が払ってる分って我々が給料としてもらえるものですからね、我々がもらって払うのが正常なんですが、会社が我々を介さずに払ってるんですよ。でその会社が払ってる分をですね、厚生労働省は計算に入れてないんですね。普通これ入れなきゃいけないんですよ。だって俺らが払ってるのと一緒だから、これ俺らの給料でとしてもらえるべきものを保険料として会社が払ってるのと言えないんですから、経済学ではこれは労働者の負担として入れるんですよ。だけども厚労省はその分を入れてないので、我々が納めてる保険料を低く見積もってるわけです。こういう数字のトリックを、ありがとうございます、厚労省の東大とか出た官僚たちは巧みに使って国民を騙して、年金大丈夫ですよ、保険料安心して納めてねみたいなことを言うわけですけど、騙されてるわけですよ。全然払い損ですよ。もうめっちゃ高い保険料払ってるのに年金全然もらえませんよね。さっきもそこに今年金もらわれてる方とお話しましたけど、なんか毎月の保険料、毎月の年金が4000円急に減ったんだよね、めっちゃ大きく生きてきたみたいな。で、ニュース見てると、なんか60歳で国民年金もらえると思ってたら、65歳にならないと、なんか引き上げになりましたんで、あと5年働いてくださいみたいな。いや、聞いてねえよって話ですよね。いや、60で定年なんですけど、みたいな。60でもらえると思ってましたけど、みたいな。で、何、年齢を引き上げなければ、その、もらえる保険料が3割カットになってしまいますみたいなことが急に出てくるわけですよ。ふざけんじゃないと。勝手に決めてるんですよ、厚労省は。閣議決定で。国民のアンケートとかトラブルに閣議決定で勝手に厚労省の発表を勝手に決めるわけですよ。揺れてますね。やっぱ怖いじゃん。こんな金融商品買いたいですか、皆さん。僕は今すぐ抜けないと思いますよ。もう今、NISA とか、なんかイデコとかね、S&P500 とかあるじゃないですか。そういうので、なんか伸びそうなやつにベットした方が絶対いいですよ。多分元本割れとかしないですから、そういうところは。何十年もやってるやんね。だね。20歳から払ったとして、まあ、60歳まで払ったとして、40年間ですよね。40年間ずっと運用し続けて、元本割れする商品ってね、ないと思うんですよ、ほとんど。さすがに。年金ぐらいですよ。ありえないですから、これ。たぶん S&P とかでやってりゃ、たぶんプラス何千万とかの話ですよ、これ。まあ、積み立てる額によりますけど。でも、抜けさせてくれないんですよ。抜けようとすると差し押さえですから、これ役なんですよ、やってることっていうのも問題提起として僕はあるんですけど、現役世代としてね。でも国政制度見てくださいよ、どこも言ってないですよ、これ。どこも問題にしてません。怖いっすね、これ。多分触れちゃいけないってことになってるんじゃないですか、これ。どこも触れてないですね、本当に。民主党は年金なんとかしますとか言ってたくせに何も言いなかったっすよ。
ただ消費税を上げただけです。そしてその消費税を上げたことによって我々の生活苦しくなってますからね。だからその保険料を賄うために消費税を上げますっていうロジックがもう間違ってるわけですよ。なんで我々から消費税を取るんですか。金持ちから取りゃいいじゃないですか。日本人個人の金融資産2000兆円あるんですよ。2000兆円で、その2000兆円の内訳はほとんどがお金を持っている高齢者ですよ。まあお金持ってない高齢者の方もいるけど、お金持ってるのはやっぱり60とか70とか80の老人の方ですよ。で、その人たちってもう預金として置いてるだけで動いてないんですよ。で、この有り余るお金をどう相続しようかなみたいになってるんですよね。いや、だからもうさ、相続税とかなしでいいから、相続税なんて毎年 2,3 兆円しか取れてないんですが、それをなしにして毎年その金融資産 2,000 兆円のうち 1% でも課税したらいいんですよ。 2,000 兆の 1% って20兆ですから、これだけで消費税ゼロにできますよ。消費税って23兆円くらいなんで、毎年税収が、ね、動いてない金に課税するべきなのに、なんで我々苦しんでいる現役世代が払う、消費するときに税金取る、これか。経済学の基本ですよ。フローから取るなと。お金の流れの、お金が流れているところから税金を取るなと。ストックから取れ、これ基本ですよ。動いてないところから税金するん、取るんですよ。でもこれは金持ちが反対するんですよ。金持ちは自分の資産が減るのが嫌だから反対するんですよ。で、その金持ち、例えば経団連とかね、日本の一部上場企業の役員とかが自民党に献金とかしてるんですよ、毎年20億円ぐらい。だから自民党は金持ちの言うことを聞くんですよ。だから自民党は金持ちの資産が減るようなことはせず、庶民から消費税上げて巻き上げるみたいなことをするんですよ。いいですか。消費税っていうのは平等に見えるかもしれないですけど、我々庶民の負担が非常に大きいんです。例えば年収が300万しかない人はほとんど消費に使いますよね。つまり300万のうち 10% 30万円を課税されている。つまりこれ所得税 10% かかってるのと一緒なんです。それに比べて金持ちは、じゃあ例えば年収が1億円の人がいたとしますけど、で、年間2000万円消費使おうとしたら、消費税200万ですよね。ありがとうございます。1億円のうちの200万ってたったの 2% ですよ。だから消費税っていうのは、お金持ちは 2% かかんないけど、我々庶民は 10% かかる。5倍持ち開きがある。これが現実なんですよ。納めてる額だけで見ればお金持ちのように、お金持ちの方が納めてるのはそうですけれども、こういうのは割合で考えなきゃいけないんですよ。これを根本的に履き違えてるんですね。全然平等じゃないんですよ、消費税を上げるというのは。金持ちを優遇してるんです。というね、かなり小難しい話ですけど、誰かがこういう面倒くさいことを勉強してですね、追求しなきゃいけないんですよ。だって誰も国会議員やってくれないんで。だから我々みたいな弱小政党で、ね、29歳で全然政治も知らないやつがわざと勉強して、それをこいつらにぶつけなきゃいけない、こんな状態なんですよ。日本終わってますよ。なんで俺が政治やんなきゃいけないんですか。おかしいですか。普通50とか40とか50のめちゃめちゃ経済とかに精通している人たちが国会議員になってやんなきゃいけないことを、なぜ政治の手も知らない、ただ理系の大学出身の僕が経済のこととか勉強してやんなきゃいけないんですか。おかしいでしょ。どう考えても。もうこの時点でおかしいよ。